ホアシカズユキ、ホアシカズユキ、ホアシカズユキ、1979年7月15日体は、福岡県小郡市出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左だ。福岡県小郡市出身、地元の少年野球チーム、立尺ファイターズで野球を始め、小郡市立立石中学校を経て、福岡県立三井高等学校へ入学。2年生の時に、 地区地区大会で高校初の優勝に導く。卒業後は、九州三菱自動車公式野球部に進み、主力左腕投手として対頭した。の、第71回都市対抗野球大会では、九州予選で敗れたが、三菱重工長崎公式野球部に補強され、二回戦の大本が鈴鹿公式野球部戦に登板した、当時の背番号は47。2000年度ドラフト会議にて、 西武ライオンズから三巡目指名を受けて入団。入団当時の背番号は48。3月27日開幕3試合目の対オリックス、ブルーウェーブ戦、グリーンスタジアム神戸で、先発の西崎幸弘が右足内転筋を痛めれ、開1、3、わずか1球1死1塁で降板し、4月1日の対、大阪近鉄バファローズ戦に登板予定だったホ足が、緊急登板となった。 4回1、3を投げて4失点ながら、プロ初勝利を手にした。この勝利は、チームの21世紀初勝利でもあり、その年に入団した、新人選手の初勝利でもある。4月1日本拠地、西武ドームで行われた、対近鉄戦でプロ初先発したが、6回2、3を投げ4失点、自責1で、敗戦投手となった。その後2度先発したが、 いずれもノックアウトされ3連敗を起死し、4月14日に2軍へ降格。5月9日に1軍へ再昇格し、同日から中継ぎ登板したが3試合連続で失点し、5月23日に抹消。9月30日に昇格して、同日の対日本ハムファイターズ戦に先発し、小笠原道広に初回戦闘打者本塁打を打たれ、2回に押し出し支球で降板。 最終的に防御率9.00でシーズンを終えた。イースタンリーグでは16試合に登板し、防御率2.34、勝率、750、78奪三振、に関東とチームのリーグ優勝に貢献した。10月6日のファーム、日本選手権では8回5点リードから2番手で、登板し、1回を無失点に抑えて、日本一に貢献した。九月十日に一軍へ昇格し、 敗戦処理3試合のみの登板でシーズンを終え、防御率6.00だった。2軍では勝率第1位投手、勝率875として表彰された。防御率2.02位、完封勝利2回の成績を残し、イースタンリーグ優勝に貢献。7月11日に長野オリンピックスタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに選出さ、 三番手として登板し、三者凡退に抑えた。十月十二日のファーム、日本選手権で先発したが五回に六安打され四失点と逆転され、敗戦投手となった。五月二十日に一軍へ昇格し、先発、中継ぎに両方で起用された。先発での三連続ノックアウトを経て迎えた六月二十五日の対1バロッテマリーンズ戦で先発し、 3回まで無失点と高騰。4回に無士満塁から大塚明に犠牲フライで先制されるが、すかさず和田和弘のツーランホームランで逆転。5回にも6点の援護を得て6回1、失点で降板。3年目にしてプロ入り初の先発勝利を手にした。また、これが本拠地、西武ドームでの初勝利となった。 8月3日の対北海道日本ハムファイターズ戦で、先発、塩崎哲也に対して、左を5人並べたトレイヒルン監督に対し、伊原春樹監督は2回無失点の塩崎に変えて、左のホアシを投入。3回以降自己最長の9円7イニングを投げ、失点は小笠原道博のソロ本塁がのみに抑えて、シーズン3勝目を挙げた。 8月12日の対近鉄戦でノックアウトされたのを最後に8月17日からシーズン終了まで中継ぎとなった。9月1日対近鉄戦で延長10回1点リードから登板し、安倍正宏に内野安打を許したものの無失点に抑えてプロ入り初セーブを記録した。最終的に先発9試合で2勝4敗、防御率6.00、ホイップ1.73。 中継では3点差以内の当板が多く、2勝1、セーブ3ホールドを稼いだが、救援失敗も多く3敗し、防御率3.38、ホイップ1.42だった。開幕を1軍で迎えて先発ローテーション4枚目として3月30日の、対福岡大英ホークス戦で先発したが、3本塁打を浴びるなど7失点し、敗戦投手となった。4月6日からは、 月間防御率4.18ながら、先発で4連勝と4月は負けなしだった。5月3日の対近鉄戦で7失点と炎上し、5月は敗戦処理担当となった。6月3日に、先発の機会を得たが3回6十九七安打一失点で降板。6月12日のロングリリーフで5失点して6月14日に2軍へ降格。月日に軍へ戻ると、 同日の対近鉄戦で先発し、初回に2点失うも、2回から6回までの5イニングは1塁を踏ませない、完璧な投球で8点の援護を呼び、9回を8、安打1死球4失点にまとめて、本拠地でプロ入り初完投勝利を達成し、自己最多となるシーズン5勝目を挙げた。8月15日の連続ノックアウトで中継ぎへ戻された。 8月21日の対オリックス戦では先発の西口文也が1回を無失点で終えたところで内転筋違和感により降板しため、ホワシが緊急登板した。2回の日高剛の投手強襲タイムリー内野安打。5回、塩崎誠のソロ本塁打で2点先行されたが、それまで7回1安打に抑えられていた味方打線が、川越秀隆を攻略して逆転。 6イニングを2失点に抑えて6勝目を手にした。これによりチームは、首位来栄に、ゲーム差なしの2位へと迫った。8月28日からは先発へ戻り3試合で3、連勝した。松坂大輔、調子家のアテネオリンピックの出場によりライオンズは、先発投手を2人変えたが、8月3日以降彼らが、戻るまでの、約1ヶ月間5試合20回1、3を投げ2勝1敗。 防御率3.43とイニングを埋めた。プロ野球ストライキにより2試合中止の後、9月20日に4万5000人のファンが駆けつけた、本拠地、西武ドームでの対千葉ロッテ戦で先発、西口文也が再び右足内転筋通所会に、四万塁で降板。急遽、スクランブル登板となったホア氏は迎えたサブローをサードゴロに打ち取り、初回を切り抜け、1回裏に、 貝塚ズ秀マサヒデの安打で、先制点を得て、3回表に、ベニー・アグバヤ二の二塁打で同点とされたが、3回裏に、貝塚が二塁打で2点援護、4回にも、貝塚らのタイムリー3本で3点の援護を得て、6回、1、3を投げ4安打1死球1失点、9奪三振と高騰して、プロ4年目で、初の2桁勝利となる10勝目を挙げた。 またこれにより8月21日から自己最長となる5連勝を達成した。プレーオフでは10月3日に第一ステージ第3戦に先発し、初回にフェルナンドセギノールのスリーランホームランにより先制されたが、アレックス・カブレラの満塁本塁打で3回に逆転、2回以降は無失点に抑え、6回を投げ3、失点、2点リードで降板したが、 9回に、豊田清が、同点に追いつかれポストシーズン初勝利とはならなかった。第2ステージはチームが王手をかけた10月10日、第4戦に先発し、無失点で迎えた4回1四万塁から取り越え、ユースケ、川崎宗則、出口雄大に3連続タイムリーヒットを浴び3点、先制されたところでノックアウト。3回1、3を投げ3失点で、敗戦投手となった。 日本シリーズは10月19日第3戦に先発し、4点の援護をもらい5回までにあんだ無失点だったが、6回戦闘の荒木正宏のハーフライナーを、遊撃手、中島博之がこぼて出塁させると、1C1 類から立浪和義、アレックスオチョアの連打で1失点、高橋光信にフルカウントから死をは第1、四万類としたところで、降板、変わった、長田修一郎が、 谷重元信に逆転満塁本塁を打たれたため4、失点となった。7回に味方が逆転したため敗戦投手は免れた。12月13日、2度目の契約交渉で1800万円アップの年俸4200万円でサインし、福岡県在住の女性看護師と同月18日に入籍することを発表した。開幕3戦目の先発としてスタートし、 一度も抹消されることなく、先発ローテーションを守り、プロ入り初の規定投球回に到達、キャリアハイの13勝を挙げライオンズの左のエースとなった。26試合の先発で13試合でクオリティスタートを達成し、初めて QS 率が50%を超えた。5月3日の対日本ハム戦で、初回フェルナンドセギノールのタイムリーアンダー。 2回は、奈良原博のタイムリー安打と、小笠原道博のツーランホームランで3失点。5回に、シャーマン・オバンドーのスリーランホームラン。無視一二塁で降板後に、柴崎和弘が新庄にタイムリー安打。小笠原に満塁本塁打を打たれたことで、自己アーストの自責球を記録する試合となった。5月10日。 対中日ドラゴンズ戦では初回に、イバタヒロカズの先制にルイダを許したが9回を4、安田西級にまとめ1失点投げ勝利し、これが、セパ交流戦プロ入り初勝利となった。7月18日の対オリックス戦で9回を6、安田西級級奪三振にまとめて、プロ入り初完封勝利を挙げ、シーズン10勝目を達成した。オールスターゲームに監督推薦で、初選出され、 7月23日の第2戦で5回から3番手で、オールスター初登板したが2回後安打1、失点だった。8月14日対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、九州三菱自動車公式野球部時代の同僚、有リ金久と投げ合い9回3打1し97、脱三振で2度目となる完封勝利を挙げた。1月17日、 4度目の契約公開交渉で年俸7000万円でサインし、西武時代に工藤君康がつけていた背番号47を細川通るから譲り受けた。開幕を1軍で迎え3戦目の8月28日対福岡ソフトバンクホークス戦に先発し、勝敗はつかなかったが8回1失点でコースタートを切った。その後も安定して試合を作っていたが、5月18日の ノックアウトで2連敗、5月の防御率が9.75、となり2軍へ降格。1軍へ戻った6月2日の対、読売ジャイアンツ戦ではリリーフで三者凡退に抑えた。6月10日から先発に戻って迎えた6月24日の対千葉ロッテ戦で、先発の松坂大輔が右足股関節痛で、初回に c 一二塁で降板、後番2番手で緊急登板し、2回に 里崎智也の先制ソロ本塁が、4回に、高木博之のタイムリーエラーで2点先行されるが、味方が逆転し、6回戦闘の里崎に10球、粘られて、4球、マット・フランコをフライに打ち取ったところで降板。残した走者を、ショーツ・エイジに返されたもののシーズン初の救援勝利を、記録し4勝目を挙げた。7月7日からリリーフとなり、7月16日のタイ。 千葉ロッテ戦では5回同点から、毎回走者を出しながらも3イニング無失点に抑え、2005年の規定変更以来初となるホールドを挙げた。7月25日の対オリックス戦で同点の5回、1C1 一一塁から5失点し、リダの1アウトしか取れず降板。7月26日に、背中、肩甲骨付近の痛みにより1軍選手登録を抹消され、7月27日に、 左肩の肉離れが発覚し、そのままレギュラーシーズンを終えた。10月25日フェニックスリーグ最終戦の対、日本ハム戦で3番手として実戦復帰した。前年の怪我の影響で開幕は2軍スタートし、4月29日、イースタンリーグの大楽天戦で中継ぎで1回を無失点に抑え公式戦に復帰。5月16日の対象南シーレックス戦で、 先発復帰し、6回を無失点に抑えた。7月1日に1軍へ昇格し、同日の大落点戦で6回に3を投げ1失点と高騰して1年ぶりの勝利を挙げた。しかしその後4試合で先発3連敗を喫し、8月9日から2試合は一旦敗戦処理となったものの、8月22日から再び先発に戻った。 9月17日の大楽天戦では9回をにあいだ1四球にまとめて約2年ぶり自身3度目の完封勝利を挙げた。先発登板12試合のうち8試合で自責点が3以上という内容で2勝7敗と大きく負け越し5年連続で防御率4点台を記録した。春季キャンプでチェンジアップを習得。 3月28日に出場選手登録され、同日の開幕7戦目となる対ソフトバンク戦に先発し、勝敗はつかなかったが6回を2失点に抑えた。4月15日には1試合だけ中継ぎも経験した。5月4日の対千葉ロッテ戦では3安打1死球、完封勝利を挙げ、5月11日の対オリックス戦では9回を5安打2死球にまとめ2試合連続完封勝利を、 あげた。これは、西武ライオンズの投手では2004年の松坂大輔以来、サワン投手では1992年、工藤清康以来となる16年ぶりの快挙だった。6月1日の第中日戦で開幕から無傷の6、連勝を成し遂げた。交流戦では、チーム最多の36イニングを投げ防御率2.50を残した。オールスターゲームに、 再び監督推薦で選出され、7月31日の第1戦で7回2点リードから4番手で登板し、金本智明、内川誠一、和田和弘の3本のタイムリーで逆転された。8月10日の対日本ハム戦では8回を1、失点に抑えて3年ぶり3度目となる2桁勝利を挙げた。9月13日の対楽天戦では9回を3、安に西急に抑えて、 リーグ最多となるシーズン三度目の完封勝利を挙げた。最終的にリーグ四位の防御率二点六三を残し、十一勝を挙げ、チーム最多の百七十四回に三を投げ、休 S 率も六十九点二パーセントとチーム随一の働きでリーグ優勝に貢献した。また、同年は六月六日に北京オリンピック野球日本代表一時候補の追加登録選手に選ばれたが、 6月20日の最終候補には漏れた。クライマックスシリーズ第2ステージでは10月19日の第3戦に先発し、2回に先頭、小屋の a 一の一塁戦の打球を一塁審判が、一旦ファールの合図をした後に、フェアと判定を覆し二塁だとされ、2、3塁で迎えたジェイソン・ボッツのサードゴロを、中村・剛成が一塁へ悪送球タイムリーエラー。3回には、 一死に三塁から田中健介の五六間に一人、青函、ターメルスレッチにスリーランホームランを浴び五点差とされ、登板中は、援護がないまま5回を失点で降板し、敗戦投手となった。日本シリーズでは11月2日、第2戦に先発し、2回に鶴岡一星の犠牲フライで1点先制されるが、中島博之の本塁打で逆転し、5回1失点1点リードで降板した。 しかし2番手の大沼浩二があっさり同点に追いつかれたため同シリーズ初勝利とはならなかった。11月8日、第6戦でも先発し、初回に3点援護をもらったが2回に、亀井義行の2塁打で1点返され、4回は無視1点2塁から亀井のセカンドゴロを片岡駅氏が処理にもたつき2点リード1死1点3塁で降板となった。なお、変わった岸高行が、 最後まで無失点でつなぎチームは勝利した。アジアシリーズでは予選リーグの11月13日対 SKY バーンズ戦に先発し、2回に僕ウェルヒロシに同点ソロ本類が4回にもリオサム元の本類が放なりソーのアンドでさらに3内3回1、3で降板し、敗戦投手となった。開幕2戦目に先発し、 ローテーションに入るも4月は、援護に恵まれず冷勝2敗。5月9日に、福岡ヤフージャパンドームで行われた、対ソフトバンク戦で先発し8回まで3安打、無四球6奪三振無失点と高騰してたが、9回に、松中信彦、国母勇祐希、長谷川優成の3連打で1点を失い、途中降板。完封は逃したが9年目にして、 故郷福岡県でのプロイル初勝利を手にした。7月2日に、肩の不安で、出場選手登録を抹消されたが、最短の10日で一軍へ戻り、7月12日の対、オリックス戦で7回に失点に抑えて勝利した。8月28日から9月25日まで5試合連続関東を記録し、9月の月間成績は4試合連続4、関東勝利、防御率0.50。 無四球完封2回一失点関東二回で、自身初の日本生命月間 MVP も受賞した。規定投球回を投げ9勝6敗、防御率3.59でシーズンを終えた。オフに、工藤君康の西部復帰が決定したことで、一時は自身がつけている背番号47を返上する、意向を見せたが、工藤が誇示して55を選択したため、翌年以降も引き続き背番号47を、 着用することになった。4月4日から5月22日まで、デーゲームで6連勝した。7月11日から、連続ノックアウトされ、再調整で2軍へ降格。8月1日に再び1軍へ昇格。規定投球回を投げ2年ぶりの2桁勝利を達成した。チームは、ゲーム差なしの2位に終わったが、この年リーグ優勝の、ソフトバンクに対しては4試合先発して3勝0。 敗と苦しめた。11月29日の選手会同会で2011年の選手会長就任が決定した。開幕2試合目から先発ローテーションに入り、5月16日に大ソフトバンク戦で8安打を許しながらも6回1、3を1失点にまとめて2009年からの大ソフトバンク戦6連勝を果たし、ソフトバンクを首位から陥落させるなど、5月を3勝0敗で、 過ごしたが、5月29日の対東京をヤクルトスワローズ戦で、左ヒーちの違和感を訴え5回69級で降板。6月4日の対中日戦も6回無失点83級で降板し、6月6日に横浜市内の病院で精密検査を受け、左ヒーちの炎症と診断され、6月7日に1軍選手登録を抹消された。6月24日に1軍へ再昇格。 7月に入ってからは先発で4試合連続敗戦投手となった。9月2日にはチームが6連敗、本拠地0勝と苦手にしていた、首位ソフトバンク相手に先発し、8回を3失点にまとめて自身も1ヶ月ぶりの勝利を受けた。9月9日には8月28日から引き分けを挟んで9連勝していた、オリックスの本拠地。 京セラドーム大阪に乗り込み9回を4安打に死球にまとめてシーズン初の完封勝利を挙げ消滅していたチームの CS 自力進出の可能性を復活させた。10月17日 CS 進出がかかった対千葉ロッテ戦に先発し1点リードで迎えた4回 1C13 塁の場面で角中勝也のセカンドゴロを原拓也が意志。 タイムリーエラーで同点とされながらも5回を2失点にまとめた。その後は、リリーフ4人が無失点に抑えて引き分け、首の皮1枚で望みをつなぎ、翌日10月18日にチームが勝利してソフトバンクがリックスを下したことで逆転の CS 出場を果たした。CS ファイナルステージは11月3日の第1戦に先発し、3回に 内川聖一の三塁打で二点先制され、六回無視、一二塁から松田信弘の儀打で一死に三塁とした、ところで降板となり、変わった岡本厚氏が田村一氏のタイムリーナーや安ン打で二者を生還させ、五回、一、三を投げ四失点で、敗戦投手となった。また、これが、西武ライオンズでの最後の試合となった。 同年は5月12日に国内 FA 権を獲得し、シーズン終了後の11月25日に行使を表明後、12月13日に福岡ソフトバンクホークスへの移籍を表明した。12月23日に福岡ソフトバンクホークスが正式に入団を発表し、背番号は11となった。春は紅白戦、オープン戦ともに請求に課題を残し調整遅れで、 開幕一軍から漏れた。4月15日の対千葉ロッテ戦で先発として、本拠地、ヤフードームで遺跡後初登板を果たしたが、5安打3四球1四球の大乱調で2回に、3を投げ4出点でノックアウトされ、4月16日に2軍へ降格。左肩鍵盤の炎症により一軍登板は、その1試合のみでシーズンを終えた。二軍では9月19日のウエスタンリーグの対、 阪神タイガース戦で先発して、実戦復帰し、2回31球を投げに失点だった。オフの12月4日に、オリックスから FA で加入した、寺原隼人の入団に伴い、背番号が11から、西部時代に着用していた47へ変更。12月11日の契約公開では、2年契約のため、現状維持の1億1000万円でサインした。 4月10日に一軍へ昇格し、同日北九州市民球場で行われた対オリックス戦で先発し、5回に3を投げに失点に抑えたが、勝ち負けはつかなかった。4月17日クリネックススタジアム宮城で行われた対楽天戦で先発し、毎回走者を出しながらも5回を無失点に抑え、6回のブライアン・ナヘアの先制2点タイムリーアンダにより、 2011年9月29日以来、566日ぶりの勝利となる遺跡後初勝利を挙げた。5月2日にフルス、埼玉西部ライオンズ戦で、先発として初登板し、2回に、坂田亮の頃で、エステバン・ヘルマンが生函指導点とさ、2点リードで、迎えた4回には、先頭から、急、球、安打、至球で、虫満塁とすると坂田にライトスタンドへ、 逆転満塁本塁打を浴び、4回後失点でノックアウトされた。なお、その後の打線の奮起により負けはつかなかった。交流戦では5月17日から先発で4戦、投げて連勝し、交流戦期間の規定投球回には届かなかったが23回、1、3を投げわずか自責三防御率1.16とチームの交流戦優勝に貢献した。10月1日には、 対オリックス戦で、先発の辰見慎吾に代わり、3回1点リード1死1点2塁から2番手で、登板し、2社を連続凡退に打ち取り、4回から6回まで無失点と高騰。7回は、先頭、平野慶一の強襲安打で左手首に打球を受けて、降板したが3回に、3を投げ、無失点で5年ぶりの救援勝利を挙げた。昇格と降格を繰り返しながら18試合に、 先発し8勝7敗、防御率4.75だった。オープン戦で結果が出せず開幕は2軍で迎えた。5月1日に1軍へ昇格し、同日の対オリックス戦で勝利すると、次の5月7日の対日本ハム戦も、連勝試行スタートを切った。6月6日の対広島東洋カップ戦で9回を、3失点にまとめて3年ぶりの関東勝利を上げるなど、 交流戦では4試合を投げき低投球回を満たし、防御率は2.30を残した。7月9日は、本拠地福岡や福岡、ドームで先発として、オリックスを迎え、初回に、糸井義を、T 岡田のタイムリーアンナで2点先制されたが、2回3回を三者凡退に抑えると援護により、同点、4回に、上位バトラーの犠牲フライ。 中村一世の二塁打で二点勝ち越されたが、味方打線の奮起で、逆転、五回を三者、凡退、六回は二者を抑えて、左に強いウィリー・モーペーニャを、敬遠気味の四で歩かせ、バドラーを迎えたところで、一点リード九十五球で、交番となったが、勝利投手となり、自身、負けなしの六連勝を達成し、チームは首位を奪還した。月日の対ロッテ戦で先発し、 初回に2点先制されると、3回に、福浦和也、チャット、ハフマン、ルイスクルーズのタイムリーアンダー、今井俊明のタイムリー三塁打、再び、福浦、ハフマンのタイムリーアンダーで1イニング9失点し、3回で、ノックアウト。自己ワーストを更新する自責点11を記録し、連勝も止まった。8月18日に、ルス西部戦で先発し、 3回4失点でノックアウトされたが、チームが逆転勝利したことにより負けはつかなかった。8月19日に抹消されその後、1軍への最小格はなかったが、9月19日のウエスタンリーグ対中日戦に先発して5回3、安打1失点に抑えて、チームのリーグ3連覇を決定づける勝利投手となった。レギュラーシーズンは後半戦に調子を崩したものの、 最終的に6勝1敗と、デニス・サファテに次ぐ、チーム2位の貯金を上げリーグ優勝に貢献した。しかしポストシーズンゲームは、ベンチ入りできなかった。6月28日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、同日の大楽天戦、こぼタ・ミ宮城で、先発投手として、シーズン初勝利を挙げた。しかし、一軍公式戦での勝利は、この一勝のみで、 レギュラーシーズン全体でもオール先発で3試合の登板にとどまった。いずれの登板でも6回を3失点以内に収めたものの9月22日の対日本ハム戦札幌ドームへの登板を最後に1軍から遠ざかった。翌2016年の戦力構想から外れたことからチームの日本シリーズ進出決定後10月18日に現役引退を表明した。 引退会見では、二人の娘を同伴させた上で、FA で福岡に来た時から、福岡で野球を終えようと思っていたと語った。2015年12月25日に打撃投手としてソフトバンクと契約したことが、球団から発表された。背番号は109。2017年からは、球団候補も兼任し、 福岡ソフトバンクホークスオフィシャルサイトでは、放ア愛というコラムを連載している。2018年シーズン中の6月1日に、球団職員の柳瀬昭博との役職の交代が行われ、げ撃投手からスポーツ振興部野球振興課スタッフに異動となった。スリークオーターの変則的なフォームから投げられる平均球速は、 約時速1 3 7キロメートル、最速時速1 4 6キロメートルの癖のある、速球に代名詞とも呼べるキレのある、パームボール、カーブ、シュートなど多彩な変化球を使い、打者の低めに集める、制球力や、思い切りの良いインコース攻め、ランナーを背負ってからの粘り強い投球などが持ち味で、ある。ウイニングショットのパームボールは、指が短く、 フォークボールが習得できなかったホア氏が、三井高校時代に必死にマスターし、生命戦としていた。同校の先輩も決め玉にしており、その人物の実家のハンバーガー店の屋号にちなんで、ビッキーと命名していた。ホア氏のパームは、軌道がスライダーに似ているため、スライドパームとも呼ばれる。2008年キャンプでは、後輩の岸士高行に頭を下げ、右打者対策として、 チェンジアップを習得した。2010年9月からカットボールも投げている。高校時代はレスリング選手の池松和彦と3年間同じクラスであった。九州三菱自動車時代は営業マンの傍らで野球に打ち込んでいた。長髪がトレードマークだったが2011年から選手会長就任したのを機にショートヘアにした。漫画ワンピースの大ファンで 西武時代は、高山久志らとワンピース会を結成するほどで、会長も務めていた。尊敬している理想像の選手は、工藤君康、高橋健、豊田清左投げ左打だが、食事と筆記は右利きである。近鉄を含めた十二球団に勝利し、ソフトバンク移籍後、西武戦で勝利すれば、工藤君康、杉内都志や、寺原隼人に続く四人目の、 13球団からの勝利、達成となるところだったが、それを果たすことはできなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。